京都宗教中央図書館のレファレンスルームレファレンスルームとは図書館において利用者が調べ物を行うために参考図書等を一括して配置した部屋のこと。また、レファレンスサービスを担当する専門職員が配置されている場合もある。日本語では参考図書室、参考調査室、参考室等と訳される場合が多い。小規模な図書館では一般の閲覧室の一部を割いて、 レファレンスルームが設置されている場合がある。室内には、レファレンスサービスを担当する専門職員が配置された、レファレンスカウンターが設置され、インターネット等の検索手段が用いることが、可能な状態であることが望ましいとされている。レファレンスルームの参考図書は、不特定多数の調べ物に用いるためのものである、ことから、近体質扱いされているが、 複写機等による複写が可能となっている図書館が多く、また場合によっては、人よかしを認めることもある図書館も、例外的に存在する。大規模な図書館になると、主題別に閲覧室が分かれている場合があり、その場合には共通スペースに総合的、早期的な一般参考室を設置して、一般的、基本的な問い合わせに応じ、さらに、各主題ごとのレファレンスルームを設けて、 当該主題に通じた専門職員がレファレンスサービスを担当する場合がある。ありがとうございます。